うわぁ、あの音やばいかも。ちょっと待ってね、どうしよう、やっぱやめる。何の音、ちょっと待って、一回ちょっとやばいかな、やっぱり。どうだろう、どうだろう。でも見た目は何も変わってないね、音はするけど。あ、なんか下に火がついちゃった、引火しちゃった。え、なんで、ちょっと待って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 、危ない。ちょっと待って、大変。ちょっとどうしよう、これ。ちょっと怖い、爆発しそう。ちょっとあっちの辺逃げていい、私。引火してる。ちょっと逃げる、ごめん。ダメだダメだ、これガスボンベ危ない、マジで。どうしようかな、一回離した方がいいね。引火してる。どうやってこれ運ぼうかな、どうしようかな。水を入れた方がいいんじゃない、水を。まずね、危ない危ない。うわぁ、オッケーオッケー。何の音、何の音、何何何何、どこから音してんのこれ。冷やした方がいいの、冷やさないと持ってきないもんだ。どうしたらいいの、どうするどうする、ちょっと怖い。どうすればいいの、油に水はダメか、確かに。ちょっと電波っちゃって。一番やっちゃいけないことやっちゃったね。学校で習ったよね、小学校の時にダメだってね。でもこれそのまま冷やそう、ダメだね、こっちにも。あー、ちょっとやばい、家の中がマジで。ちょっと、窓を開けようかな。大丈夫かな、割れないかなこれ。怖い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 。絶対水かけちゃダメだよねこれ、まだね。割れるよね、水かけたら。前あったんで、皿に水かけたら割れたこと、熱々の。はあ、とりあえずよかったわ。だからダメだね、やっぱね、お皿。石焼きを諦めてフライパンでやるか。待ってる待ってる待ってる。煙やっぱすごいな。どんだけ煙出んのこれ。ちょっと待って。ちょっと一回ストップ。なんでこんな煙出んの、こんな出るっけ普段。ジューって、ジューって、ジュー、熱い。どっちも熱い、どっちも熱い。両方熱い。なんか俺ご飯を入れるんでしょ？あ、いいね。いい音だわ。じゃ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 ん。じゃん。じゃん。完成でございます。石焼きビビンバ。これで混ぜればいいの？もうぐちゃぐちゃっと。ごま油をかけんの、どこに？下から混ぜんのね、こうね。あ、でもまだ焦げついてないわ。今見たけど。もうちょいだね。ごま油をビャーって中に入れてくるね、こうね。わお！もうちょい待ってみるよ、お焦げを。ちゃんと裏が焦げた方がうまいもんね、石焼きは。それが味噌よね。
コチュジャン入ってる入ってる。あ、まだ焦げてないね。意外と焦げないね。まだもうちょいだ、もうちょい。ほんとちょっと今白くなってる塊ね。もう少し、ギュッとね。上から押すんでしょ、こうやって。ギュッ、ギュッ、ギュッ、ギュッと。こうね。ギュッ、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 ギュッ。どうだろうなあ。あ、焦げてきてる、焦げてきてる。もうちょい、もうちょい。目が赤いのに、もう煙の。この煙で目がもう痛いのよ。開けてんの。マジ、じり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 来るからね。ヒリヒリ。染みてくんで、目が。混ぜながら食べる？まだ焦げてないんだよ、だって。焦げてんのかな？ほら。まだ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 。混ぜてみる？あ、いいね。あ、いい。ちょっと焦げすぎ。ちょっと火つそう。ガリガリ。あ、いいね。あ、なんだろ。あ、いいね、いいね、いいね。わあ、いいね。あらららら。ら、これよ、これ。これをみんな待ってたんだろ、このおこげを。ほら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 。これじゃない？正解は。こんなもんよね、おこげちゃん。よし。もう目にしみる、マジで。痛い、目が。涙がボロボロ出てくる。すごい煙、家の中。じゃあ、ちょっと味わってみますか？石焼きビビンバ。ここら辺行く？ここら辺、こうさん。ここら辺どうよ、ほら。ちょっと具材が意外と少なかったね、これね。いいっしょ？いただきまーす。胸焦げんとこ。コチュジャンだから塗ってるもん。うん、うん、おいしい。プー、うまっ。おいしい。やばっ。うめえな、この焦げ。うん。でもなんか味が足んないような気がするな。焼肉のタレかな。あく、あく、もうあくあく。コチュジャンが足りないの？コチュジャン、コチュジャンなの？原因は。でもさっきかなり入れたけどね。うん。うん。うん。うまい。おいしい。ねえ、これさ、ビビンバってうめえな。私、仕上げってさ、食べたことなかったんだけど、うめえな。
石焼きの方がうまいわ、普通のビビン丼より。私石焼きビビン食べたことないよ。もうだから初めても作ったのも初めてだし、食べた、いやビビン丼っていうのは食べたことあるよ、あの冷えてるやつは。もう混ぜ方わかんなかった、それは初めてだっぷ。前作ったことない。それはなんかビビン丼でしょ、冷たいやつよ。でもさ、焼肉のタレもうちょいかけた方がいいんだ。焼肉のタレありだろ。ちょっとね、ほんのちょっと。うん。おいしい。うまい。進むね。いや、今日はかなり大成功だと思う。これフライパンでやってよかったもん。あく。これさ、焦げがやっぱね、味噌ね。焦げないとうまくねえわ。焦げがあるとないだけでこんなに違うとはさ、思わなかったね。このお焦げをみんな楽しむのね。焦がして。熱いのよ、かなり。熱々。だってビビンってさ、混ぜるって意味でしょ、韓国語で。ビビンって。芋焼けちゃ熱いの。猫舌だからね、私ね。バは、点みたいな感じよ。点とか丸みたいな。接続詞みたいな。バはご飯だって。ビビンが混ぜるご飯で、ビビンが混ぜる。バがご飯だって。混ぜご飯。ビビンは混ぜ混ぜでしょ。キンパのパはご飯じゃない？パも。キンバだもんね。もっともっとま。キンパじゃなくて、キンバ。キンは多分、巻くとかじゃない？丸めるとか。巻物みたいな。キンパじゃなくて、あ、海苔なんだ。金が海苔なんだ。へぇー。金が海苔でバガーご飯。なんか、海苔のご飯ね。いや、ビビンバもピビンバなんだよね、ほんとはね。ピビンバ。ピビンパ。日本でビビンバって言うけど、ピピンバ、ピビンバ、ピピン、ピビンパ。そう、ピピンバなの。ピピンパ。今出たじゃん、この定期で。いや、ほんとほんと。ピピンパ。発音合ってるってよ。ヤマンバじゃなくて。これ今定期で出してんじゃん。ピピンが混ぜる。パブが飯の意味だって、パブって。
で、ハングル語ではこうなると、日本語ではビビンバという表記が通例とされるが、実際にはピピンパのように発音されるだって。韓国だとね、ビビンバじゃなくてピピンパ。正式名称は。ピピンパ。どうでもいいって何よ。そういうのをさ、作りながら喋んのがいいじゃん。そうだったね、雑学みたいにさ。おじさんだったら飯作って飯読んで食べてるおじさんじゃないんだよ。なあ、そういう学を見せないとさ、学を。うん。ひどんなみたいな感じよ。ひどんな。発音はね、ピピンパ。ひどんな。どんな感じ？豚肉のロースみたいな感じよ、ひどんなちゃん。ひどんが、ひどんがなんかあれなんだろう。なはなんかなみたいな。目が開いてない、ハングルで、なんか知らないって韓国人じゃないかな。正式名称はさ。いや、もうちょっとお腹いっぱいになってきた。こんぐらいがマックスかな。美味しいんだけど、ちょっと量多いね、やっぱね。うん。今ちょっと半分は食べたけどね。まあ、ちょっと多いよね、1号は。でも、後で食べたら美味しくないよね、多分ね。熱々だからうまいね。うん。焼き直せば？いや、もういいだろう。満足だよ、これ。もう満足。いや、これを全部食べちゃったらもうお腹いっぱいね、だるくなんねん、私。ちょうどいいとこでやめとかないとな。うん。ちょうどいいとこでね。でも作りすぎって言っても、だって鍋がスカスカになっちゃうじゃん、半分とかだと。見た目の問題だよね、私もね。いや、少量でもいいけどさ、見た目のインパクトがないんだ。でも最近は少なく作ってるよね、昔よりはね。昔の方がもっと捨ててたよ。最近は本当に2人前ぐらいでね。うん。昔はだって5人前とか作ってたもん。デカ盛りでね。うん。少なくしてるよ、最近は。ちょっとお腹いっぱいで余るぐらいにね。ああ、もうごちそうさまです。もうお腹いっぱい。はぁ、あ。じゃあ終わりまーす。今日ゴミも出したし、あとはゆっくり、あ、ダメだ。今日私あれだ、で、ドンキホーテ行かなきゃいけないんだ、この後。ドンキだ。なんでって明日花火やるかな。花火を買いに行ってきます。今から。メンシプはダメ。ドンキは配信できないかな。でもさ、花火ってさ、スーパーでも売ってるかな。スーパーにしよっかな。花火まだ売ってんじゃないかな。あ、コンビニにある。だったらコンビニで買った方がいいね。うん。コンビニで買ってこよう。うん、まあそんな感じで、ちょっと今から買い物行ってきます。片付けして。明日は朝から花火ね。朝から花火大会。一応ね、黒い幕とかも用意したんで、それも設置するんでね、公園に。見やすいように。黒い幕を張って、その前でやるって感じ。うん。はーい。はい、おつじょりでーす。大成功。カリカリ。美味しかった。
捨てます。